もう何でもそらす皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。ええー、と。お <laughs> やっぱりいつものようにちゃんと立ててないからいけないんだね。<laughs> ちょっと待っていつもどうやって立ってたんだっけな。まあ、ちょっと本も一冊置こうかな。よいしょ <laughs> ねえっ、えー、と、ティーリさんかな。脳疲労をためず、脳のパフォーマンスを最大に発揮できる勉強時間の目安はありますでしょうか。 現在公認会計士試験を約1週間後に控えております。本番では1、1科目2時間や3時間など、まとまった時間における集中が必要です、えー。現在は睡眠や運動には気をつけていても、毎日9時間や10時間の勉強なんですが、疲労が残りパフォーマンスがざることを経験しております。見安がありましたら教えていただきたいです。えっ、ー、と、本番と同じ時間にするのがいいと思います。あので、本番と同じ時間にして、本番と同じ2時間や3時間の 集中力はやっててていいいたただだその後十分に休養していただくととですねとにかくその本番と同じ時間の間の集中力を高める、えー、トレーニングあと1週間、えー、と直前ですからそれでやっていただいてあとは十分に休養していただいて睡眠もとっていただくと休養というのはあのできればあの外を散歩するとかそれまでやってた活動と違う活動をやっていただきたいなと思います。オアンカさん <coughs> えっと僕は将来、理論神経科学者になりたいんですが、理論神経科学を学ぶにおいて、機械学習や情報理論の知識が必要だということをよく見にします。そこで今現在、自分の大学で専攻していないいわゆる専門家に属する機械学習の分野は独学しています。素晴らしい そこで万全漠然とした質問で申し訳ないのですが、これら独学の過程で得たものは、将来意識研究者としての,の作動権利や意識の理論研究にどうにもつながっていくと思いますが、それはつながるでしょう、めっちゃ。個人的にはこれらの学習でたものは理論研究だけでなく、今後自分が取り組む研究の実験データ解析においても役立つのではないかと考えています。いいいんじゃないですかね、えー。茂木先生が著書のこれらと人工意識において、一般に神経細胞の活動の特性を統計的にか分析、解析したところで、そのような手法では意識そのものを説明することも人工意識を生み出すこともできないとおっしゃっていたことを思い出し いやいやそれ書いてるけどあの我々だって論文書くときは別に統計的な解析するしあのどんどんやってくださいそれと意識の本質は違うよってだけの話であの別にそれをそういう手法を身につけることは全然問題ないと思うんですけど自分の独学していないと将来的な意識の理論金融と接続が見出せていませんってそれは誰でも誰も見出せてないと思うよ付け加えて質問なのですが 自分が知る範囲において脳に関する理論は工学的な手を用いたものが多く感じられそうですね <laughs> 脳理論研究の物理学と工学の境界がすごく曖昧だと感じるんですがうんまあだから教科学習とかああいうのってどちらかというとまあだからこれはねオビアン・カートさん自身の問題というよりも学会全体がそこは難しいだから今そらく人工知能とかに使われている あのベイズとかああいうのってのは意識の本質とは全く関係ないっていうのが僕のまあ,まあと一部ですねその睡眠の前後でのコグニティブなあの私の接続っていう意味においては関係するとは思ってますがまあでもしょうがないですよそれはオビアンカートさんだけの問題じゃないんでまあ難しいんですよ意識の数学はおそらく今やられてる数学にそこの答えはないってことはまあ間違いないと思いますけどもしょうがないですただ今やられてる数学も役には立つんでどんどん身につけられたらいいんじゃないかなと思いますテけケさん 芸術の学校教育化について、先生はどのように考えますでしょうか、ここでいう学校教育についてですが、義務教育として芸術を扱うことについてではなく、高度な専門的領域を学校教育化することについてです。音大、美大などの芸術家を育成するための高等教育についてお話しいただければ幸いです。 私は高度な芸術を学校教育化できたことによって、その文化はより発展できるようになったと思います。多くの人が平等に学ぶことができる環境が整えられたことは、誰も一流の芸術家になれる可能性があるということですし、体系化されたカリキュラムが存在することは、文化を後世に伝承するという観点から見ても、非常に効果,的だと効果的だと思います。ただ、それは良くも悪くも芸術を普遍化してしまうのではないかと思いました。 そこについても先生のご意見を伺いたいです。ちなみに私はこのような教育機関ができるのはあくまでも教育基礎教育であり、最終的には学生は普遍性を超えた自分だけの何かを追い求めることが大切だと思っています。そ,れもそこまでのことは今後も学校教育から難しいと考えます。よろしくお願いします。いや、芸術の学校教育っていうか、僕、おそらくですね、芸術についてはあの人と会うことが一番大事なんじゃないかなと思うんですよ。だから同じような志、志向性を持っている生徒さんたちが集まって、 切磋琢磨することによって技術を教えるとか知識を教えるということよりも、そういう仲間と出会うっていうのが一番大きな役割なんじゃないかなと思うんで、あの、大いにそういうがいい学校は進めていかれたらいいのかなと思うんですけどね。えー、淳子園田さん、牧先生おはいありがとうございます。えー、先生が一番大切にされている概念は何でしょうか。まあ、今の社会でいうと自由ですよね。みんな自由を簡単に手放しすぎだなと思いますけどね。世間というものに 日本は巻き込まれやすいというか世間心理教だと思いますけどね日本はそしてもう一つ映画を見ていてふと涙する場面はどういう場面でしょうかまあ、真実に触れた瞬間なんじゃないですかだから悲しいあからさまに悲しいとかそういうことよりもあこういうことなんだっていう真実に触れるときに人は涙するんだと思うんで僕の,僕の場合はそこにですねうん。だからそういう場面かなと思いますけどね主人中村さんどうも早くも夏バテのようですあらお気の毒 えー、僕は精神障害者学校発達障障害害者者です精神障害者には通常人に比べて夏バテしやすい傾向はあるんでしょうかんまああのー、まあ僕はいつも言ってるようにそういう、えっと、障害とかそういう言葉はあんまり僕は使わないんですけど、まあ、個性ですよね。でその個性が修二さんの個性が。 い、まあ、いろいろあると思うんですすけど夏バテのまあ定義にもよよりますよねでやっぱりあ今年暑いんで夏バテみんな普通にすると思うんですけど、まあ、それはそうとまあなんていうか夏バテの起こしやすいキャラクターがあるかどうかってことによってあんまりそういう研究って夏バテってスマーファティギューとかろうのかな、まあ、研究ないと思います。 だからちょっと分岐調べよ病がないと思うんですけど一般にでもそのストレスまあ高温のストレスとかそういうものに対してどういう体制がロバスト熱があるかってことについてはまあ人によってこうたあの違っててそれがいわゆるうーんまあいろんな個性によって違うっていうのは研究はあり得るかもしれませんけどもね。皆さんありがとうございましたということで今日はですね「<laughs> この脳で旅する日本のクオリア」これ本当にいい本です自分で言うのもなんですけど。 あの本当に日本中を旅しながら、えー、と例えばちょっと目次見てみましょうか、えー、例えば「阿蘇川十和の少林図屏風」を見たりとかですねあと伊藤若冲の話とか青山次郎の話だとかですね田村旅館だとか鍋屋江戸料理の鍋屋とか本当にこれいいよんでトンカラリン遺跡とかですね えー、伊勢神宮三輪山。えー、笠木寺比叡山延暦寺、本当にあのいろんなところを旅して。素晴らしい、こう日本のこうが詰まっている本です。ええー、皆さん、ぜひお読みください。<laughs> また明日。